こんにちは、マヤアリカです。今回はですね、世界の三大宗教の聖地となっているエルサレム旧市街の見どころをギュッと凝縮してお届けしていきたいと思います。エルサレムの見どころはいろいろな宗教の史跡が混ざっていて、ちょっと頭が混乱しやすいんですけれども、宗教ごとに分けて考えていただけるとかなり整理しやすくなるのではないかと思います。ですので、今回の動画では主にキリスト教系の史跡と、そしてユダヤ・イスラム教系の史跡に分けてお届けしていきたいと思います。それでは早速本編スタートです。まずイスラエルの基本情報を軽くシェアしておきますと、イスラエルは中東に位置しています。面積は 2.2 万平方キロメートルで、なんと日本の四国程度しかありません。イスラエルの人口は約950万人程度と、こちらも東京の23区の人口を合わせた人数よりも少ない数となっています。人口比率は2022年5月現在、ユダヤ人が 74%、 そしてアラブ人が 21%、 その他が約 5% となっています。ということは、キリスト教発祥の地にもかかわらず、現在ではキリスト教徒の割合がほとんどいないぐらいになっているということなんですね。イスラエル政府は首都をエルサレムと定めておりますけれども、これは国際的に認定されているわけではなく、多くの国はテルアビブに領事館を置いています。やはりエルサレムはそのぐらい政治的にデリケートな場所なんですね。はい、そしてこちらはエルサレム旧市街の地図となっておりますけれども、旧市街の中はこのように主に5つのエリアに分かれています。ちなみにエルサレム旧市街の面積は非常に小さくてですね、だいたい 0.9 キロメートル四方というふうに言われていますので、1つの壁が1キロないぐらいの広さになっています。そして城壁の中には約3万6000人程度の人が住んでいますけれども、そのうち2万2000人と半数以上がイスラム系のムスリム地区に住んでいる人々です。今回はまずキリスト教の史跡からご紹介しますので、ダマスカス門から入ってビアドロローサを聖墳墓教会に向かって進んでいきます。ダマスカス門の近くはこんな感じで外側がちょっとした公園みたいになってます。で、日陰も結構ありますので、木の木陰で休んでピクニックしてる人とかもいます。もうすでにアラブの雰囲気ですね。門の入り口が見えてきました。こちらのダマスカス門という門の由来は、こちらの方角がダマスカス、シリアのダマスカスの方角を向いているからというふうに言われています。わかりやすいですね。ヤッファ門っていうのはテルアビブのヤッファの方向を向いているからですね。そちらの方向からそれぞれ巡礼者がやってきていたということです。早速かなりアラブな雰囲気ですね。こちらに入るとすでにアラブ人地区になっています。こちらがイエス・キリストが十字架を背負ってゴルゴダの丘まで歩いたと言われているビアドロローサ、苦しみの道です。この苦しみの道はだいたい600メーターほどと言われていますけれども、実際に歩いてみると結構坂道も多くてかなり長く感じます。まずはこちらのエッケホモ教会という、イエス・キリストがローマ帝国のピラトに裁かれて有罪を言い渡されたという教会に入っていきます。この遺跡は1857年に学校を建設していた神父さんによって発見されたとのことです。エルサレムは度重なる侵攻で何度も支配者が変わっていますので、2000年前のイエスの時代のオリジナルの石畳は
このように地下深くに眠っています。今では街並みはかなり変わってしまいましたけれども、この建物は紀元前30年頃にヘロデ王によって大きな岩山の上に建てられた敵襲から町を守るための要塞の一部だったとのことです。こちらが2000年前のローマ人の道と呼ばれているオリジナルの石畳です。この道をイエス・キリストも歩いたというふうに考えられています。ちなみにここの地下修道院は入ってくるツアー客も限られているため、ひんやりとした地下室でイエスの時代に思いを馳せながらゆっくりと過ごすことができます。ここはローマ時代はメインストリートの一部だったそうです。そしてここはローマ総督ピラトによってキリストが裁かれた場所だとも言われています。エッケホモというのは見よこの人だというふうにイエス・キリストを指して総督のピラトが言った言葉だそうです。このように当時この建物は地上階にあったため、中庭には多くのユダヤ人が詰めかけていました。ピラトは最初イエスに何の罪も見出せなかったため、鞭打ちだけで釈放しようとしていたそうです。ただ反乱因子となりうるイエスを恐れたヘロデ王が民衆たちを買収し、この場でイエスを死刑にするようにとユダヤ人たちが提督ピラトにお願いしたとのことです。そのため後のキリスト教徒にとってユダヤ人はイエス・キリストを殺した民族として差別や批判を受けるようになったというわけです。そのように大きな歴史が動いた瞬間の記憶がこちらの建物に刻み込まれています。ローマ人の道の地下に位置しているのがこちらの巨大な貯水池です。当時のローマの建築技術の高さを知ることができます。こちらはこの遺跡から出土したローマのコインや日用品たちです。これはオイルランプですね。それではエッケホモ修道院を後にして引き続きビアドロローサを歩いていきます。この場所からイエスは茨の冠をかぶり十字架を背負って歩き始めました。このようにイエスの史跡があるところは人だかりができています。ビアドロローサもこの辺りまで来るとムスリム地区の普通のショッピングストリートになっています。突き当たりの壁にある丸い印が第5ステーションです。この場所はイエスが2度目に倒れたため、ヤジ馬に来ていた異邦人シモンがイエスの代わりに十字架を背負って歩き始めた場所だと言われています。クレネ人シモンはここでイエスと出会い、その後家族みんなでキリスト教に改宗したと言われています。そしてここが第6ステーション。ベロニカという女性が汗と血にまみれたイエスの顔をハンカチで拭ったと言われている場所です。この場所は女性たちが嘆き悲しみながらイエスに駆け寄ったため、イエスが私のために泣くな、
むしろ自分と自分の子供たちのために泣けというふうに語ったと言われている場所です。そして少し道を外れて階段を上ったところにあるコプト教会の入り口が現在の第9ステーションになっています。こちらはイエス・キリストが3度目につまずいたところと言われています。こちらのステーションは16世紀に第9ステーションに定められたということですけれども、考古学の研究が進んでいくにつれてビアドロローサの形もどんどん変化していったとのことです。こちらはバージンマリーのアーチというふうに呼ばれています。聖母マリアのアーチですね。カエサルの統治時代にはこちらに聖墳墓教会の入り口があったと言われているそうです。いよいよビアドロローサも最終コーナーに入ってきました。イエス・キリストが十字架にかけられたゴルゴダの丘があったところは今はイエス・キリストのお墓がある聖墳墓教会となっています。こちらがビアドロローサの最終地点、聖墳墓教会です。こちらの教会は、当時のローマ皇帝コンスタンティヌスの母親のヘレナが326年にこの地を訪れ、ここがゴルゴダの丘があった場所だと認定して、こちらの教会を建立しました。ここが第10ステーション。イエスの服が剥ぎ取られ、その服は人々がくじ引きで分け合ったそうです。教会に入って右手の階段を上っていくと、そこに11ステーションがあります。こちらは当時のゴルゴダの丘があったところと言われています。そしてこの丘の上でイエスは貼り付けにされて息を引き取ることになりました。この教会の内部はカトリック教会、正教会、アルメニア教会、エジプトのコプト教会、シリア正教会の共同管理になっていて、祈りの場は交代で使われているそうです。これらの宗派の争いを避けるために、鍵はイスラム教徒が代々管理しています。このゴルゴダの丘があった場所の祭壇には、いつもたくさんの人が世界中から参拝に訪れています。朝9時ぐらいでしたら比較的空いていますけれども、最低30分から1時間は並ぶ覚悟をした方がいいかもしれません。イエスが捕まった時、他の弟子たちはすべて逃げてしまっていましたけれども、マグダラのマリアだけはイエスが十字架に貼り付けられている時もずっと見守っていたと言われています。この赤い祭壇の横にある岩が当時のオリジナルの岩肌です。この場所でイエスは息を引き取りました。この下に見えているのが第13ステーション。イエスの遺体を寝かせて香油を塗った場所だと言われています。
この教会の中は毎日がお葬式のように、当時の悲しみを今もリアルに伝えています。そしてさらに奥へと進んでいくと、ビアドロローサの最終地点、第14ステーション、イエス・キリストのお墓があります。このお墓の中に入ろうと思ったら、さらに長蛇の列が待っています。だいたい1時間ぐらいは覚悟した方がいいかもしれません。中には石棺が置かれているとのことですが、イエス・キリストは3日後に復活した際に遺体はなくなっていて、その後も発見されてはいません。さらには地下の方にもこのようにいろいろな宗派ごとの礼拝堂がありました。聖墳墓教会から出たところにはキリスト教地区が広がっていて、キリスト教系のお土産を売るショップやレストランやカフェなどが立ち並んでいます。ビアドロローサを歩いた後、疲れ切ってこちらのカフェでランチなどをする人も多いのではないかと思います。今見てきましたように、聖墳墓教会は非常に混み合いますので、時間調整をできるようなら朝一、9時ぐらいまでに到着することがおすすめです。そしてもし余力があれば、この後アルメニア人地区に向かって最後の晩餐の教会も訪れることをおすすめします。教会はシオン門から出てすぐのところにあります。こちらはアルメニア人地区です。アルメニア人は初期のキリスト教徒として早くからこちらのエルサレムに移り住んでいたと考えられています。今日はこちらのアルメニア人地区のシオンゲートから出て最後の晩餐の教会に向かいます。こちらがシオンゲートです。最後の晩餐の教会はユダヤ人の英雄であるダビデ王の墓と隣接しています。イエス・キリストは処刑される前日、自分の運命を知りながら弟子たちと一緒に杉越の祭りの食卓を囲んでいたと言われています。最後の晩餐といえばダ・ヴィンチのこちらの絵があまりにも有名ですけれども、当時のユダヤ人たちは食事の時に椅子に座る風習がなかったため、このような様子だったのではないかと言われています。左手に見えてきた人が並んでいる入り口が最後の晩餐のお部屋の入り口となっています。上にビューポイントがありそうなので登ってみたいと思います。ここからは向かい側にあるダビデ王の墓の全景を見渡すことができました。はい、それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。
次回はユダヤ・イスラム地区を中心に嘆きの壁や神殿の丘、ダビデ博物館などの見どころをお届けします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。